ったかとは思ったけど、それも鏡と同じ神器だよ。直也、私に力を貸してくれ。念じて右目に精神を集中するんだ。マトリ、鏡を持っていて。最後の力を鏡に借りる。無駄だよヒラト、お前ならわかるだろう。神の力は今は私たちのもとにある。たかが、こだまが。もうお前には何の力もない。消えるんだ。やめろ。ヒラトよ、妄衆に取り憑かれた哀れな宮司、すべての力を持って私はお前を否定する。ヒサニ？大丈夫？ヒサニ？ヒラト、見て。
言っただろ、存在の根底から否定するって。あれはその結果だよ。終わったのね。もう、ごめん、無理なんだ。もう、ね、限界みたいなんだ。ダメ、もう私でいるだけでやっとだから。戻る力なんて、もう鏡もないし、ここにいることも。それにね、いいんだ、もう消えるつもりだったから。やっぱり一つの体に二つの魂なんて不自然すぎるよ。きっと良くないことが起こる。それにずっとマトリの体が持つかどうか、それすらもわからないだろう。私なら大丈夫だから。じゃあ、ナオヤン、聞くよ。ナオヤはマトリが好きだろ。大事？じゃあ考えろ。もしマトリの中にとどまれたとするぞ。そしたらどうなる？
それで本当にいいのか？時間を半分越して本当に直也はそれでいいのか？簡単に答えるな。もう一度言うからしっかり考えろ。そして答えてくれ。私がいることでマトリの体に余計な負担がかかるかもしれない。それがどんな影響をもたらすか誰にもわからない。それでも直也は私にここにいろって言えるか？そんな、だって、お前はマトリオ。私は気づいてました。マトリ、ヒサギのことを知ってから私もヒサギのことが見られるようになって、そうしたらあなたを見る直也さんの目がとても優しいことにも気づきました。少し悲しみましたけど、でもね、ヒサニー、一緒にいるからわかるの。直也さんを思うあなたの気持ちはとても温かくて、マトリー、だから決めました。たとえどんなことになったって、私はあなたたちを憎めないことがわかったから。だから直也さん、もう私のことは気にしないで。さあ、ちゃんとヒサギを引き止めて。私だってあなたと別れるのは嫌なんだから。お前バカだよ。マトリも、どうしてお前たちは。私はマトリだって好きなんだからな。どうしてマトリを傷つけてまで私なんかを好きになるんだ。うん、じゃないよ。だけ、待てるか？
私はもうここにはいられない。それは嘘じゃないんだよ。でも戻ってくるから。今度は必ず人の子になって生まれてくるから。その時まで私を待っててくれる？何年かかるかわからない。だいたい本当に戻ってこれるかどうかも。それでも私を好きなお前のまま待っててくれる？直也。わかってるよ。どうしたの？泣いているの？ごめん、マトリ。私、お前にひどいことばっかりしてるな。どうして？あなたはそんなこと何一つしていないわよ。だって、勝手に乗り移ってお前が好きな人に恋をして、それでバカね、私は大丈夫って言ったでしょ。だってでもそうね、早く戻ってこないと私が直也さんを取っちゃうかもしれないわよ。それはダメ。絶対に早く帰ってくる。待ってるから。私もあなたを。うん。大好きだよ、直也。それじゃあ、行くよ。絶対戻ってくるのよ。ま、きっとすぐにまた会えるさ。きっとね。
絵を描いてるの？誰もいないよ。心に住んでるの？そんなに大事なら、どうしてさっさと気がつかないんだ。
そうだよ。久しぶりだな、直也。忘れたかと思ったけど、ずっと待っていてくれたんだな。会えて嬉しいか？私も直也に会いたかった。直也のことだけを思って戻ってきたんだよ。なんだよ、気が利かないな。久しぶりに会ったのに口づけもしてくれないのか。大丈夫だよ。私がいいって言ってるんだから。それに、誰も見てないだろ。そんなの知らない。してくれないなら、泣くぞ。泣くぞ。当たり前だろ。
まさか直哉にそういう趣味があろうとは。いや、なかなか隅に置けない鬼畜ぶりだな。深いも浅いもあるか。どういうわけがあったらそういうことになるっての。どう